旧暦とは、改暦があった場合の、それ以前に使われていた歴法のことである。改暦後の歴法は新暦。多くの国では、グレゴリオ暦が現行歴のため、グレゴリオ暦の前の歴法を指す。東アジアの多くの国では、グレゴリオ暦に改暦する前は、中国歴、またはそれを元にした暦が使われていた。これらの暦は単位対応歴に分類されるため、 旧歴を単に太陰太陽歴と言ったり、正しい語法ではないが、太陰歴、陰歴と言ったりする。なおその場合、新歴は、太陽歴、陽歴とも言う。グレゴリオ歴への改歴以前に、多数の改歴があったが、グレゴリオ歴への改歴に比べれば、小さな変更に過ぎないため、歴法の細部を問題にしないときは、グレゴリオ歴以前の歴法をまとめて、旧歴と呼ぶことも多い。 各国の旧歴は、基本は、ほとんど同じだが、標準時が異なる。そのため時差により、1日や、石器の日付がずれ、同じ日の日付が1日、または1月ずれることがある。例えば2007年2月18日未明の1日は、日本や中国では、日付が変わって2月18日だったが、ベトナムではまだ2月17日だった。そのため、 旧正月が日本や中国では2月18日、ベトナムでは2月17日になった。この種のズレは数年に一度起こるが、ほとんどの場合翌月1日には解消されるので、旧正月のズレを引き起こす1月以外では大きな混乱を引き起こすことはない。なお、旧暦に使われている標準時はその国の標準時と異なることがある。日本の暦は、 この1500年ほどは、原価歴、技法歴、大広史歴、鮮明歴、状況歴、法歴歴、完成歴、天保歴、グレゴリオ歴と戦移してきたので、現行歴の直前の小読みを旧歴とすると、天保歴ということになる。天保歴はわずか29年間しか、行用されなかったが、今なお占いや伝統行事などで需要があり、旧歴もしくは、陰歴の俗称で用いられている。 ただし口実するとおり、現在旧暦として使われている暦は、改暦前の天保暦とわずかに異なる。天保暦は、天保15年1月1日に完成暦から改暦され、明治5年12月2日まで約29年間使われていた。その翌日の12月3日をもって、明治6年1月1日に改められ、グレゴリオ暦に改暦された。改暦は、 明治5年11月9日に布告し、翌月に実施された。この年の急な実施は明治維新後、明治政府が月給制度にした管理の給与を年13回支払うのを防ぐためだったと言われる。もっとも、グレゴリオ歴への移行は、改歴とともに社会全般に徹底されたわけではなかった。感激でも、明治6年版では、 海歴の混乱を避けるためとして旧歴が兵器されたが、翌年以後も旧歴兵器が続けられた。伝統行事、生活監修などでの使用状況を考慮したものであったが、管歴での旧歴兵器がグレゴリオ歴普及を阻害するとの批判もあるなど議論が繰り返された。管歴での旧歴兵器廃止の過渡期に日付に変わる月の満ち欠けの記載が始まっている。 1908年には帝国議会衆議院で妖力励行に関する権威が可決され、1910年の官暦から旧暦兵器が行われなくなる。1910年の旧暦兵器廃止は同時代の人々に旧暦廃止と認識され、旧暦に基づいた行事が新暦や月遅れに移行する活気の一つとなった。旧暦の計算旧暦の計算は江戸時代までは 京都における新太陽時により暦の計算に必要な中期、1日の日時を経験的に知られていた定数や周期に基づいて求めていた。そのためウルーズ期の負荷や毎年変化する大正月も毎年計算していた。現在の旧暦で使っている時間帯は日本標準時で、これは統計135度の平均太陽時とほぼ等しい。これに対し京都の経度は 統計135度46分でアトックプラス9、03にあたる。さらに、人し時差により最大プラスマイナス15分の時差が生まれる。また、天体の位置も天体力学に基づく式で計算している。このため、江戸時代の天保歴によって計算した日付と、現在の旧歴とでは、日が1日前後したり月名が変わったりする場合がある。なお、明治海力以降、 正式な小読みではなくなったため国立天文台では、改歴以前の新歴旧歴の対象には回答する、ものの改歴後の対象には応じない立場である。一方、同じ国の機関であっても、海上保安庁海洋情報部では、非公式ながら2010年までの新歴旧歴の対象表を公表している。ただし、国立天文台は、毎年2月の初めの官報に、 歴洋項を告示、翌年の二十四節期及び雑説、1日限望むなどを提示している。2015年の場合、2月2日に発行された第6463号の25ページから26ページに、平成28年歴洋項が告示されている。清と朝鮮では、1644年に清が制定したとき県歴が使われていた。 朝鮮半島では1896年に、中国では1912年の中華民国成立時にグレゴリオ歴に改歴された。これらの地域の旧歴は完全に同一である。標準時がアトックプラス9の韓国や世界各国の過人社会を含め現地の標準時と関わりなくアトックプラス8の中国標準時で計算される。旧暦は中国では 能暦と呼ぶことが多く、この場合新歴は高歴と呼ぶ。他に旧歴、陰歴、夏暦とも呼ぶ。韓国では陰歴と呼ぶことが多い。英語ではチャイニーズカレンダーという。これらの国では日本とは異なり、改歴以前からある祝祭日や年中行事は旧歴で祝うのが普通である。特に旧正月はグレゴリオ歴の正月より盛大に祝われる。 中国では、春節。韓国では、ソルラルと呼ばれ、中国、台湾、韓国のみならず、過人の多いシンガポール、マレーシア、インドネシア、フィリピンで、国の休日となっている。中国では、春節のほかに単語節、中秋節が旧暦での国の休日となっている。韓国では、中足、釈迦単身美がある。韓国と中国では誕生日を旧暦で表す、習慣がある。 ただし、新歴を使う人も混在していて、単に日付を聞いただけではどちらかわからないことがある。モンゴルでは、本来の意味での旧歴は時兼歴だが、現在はほとんど使われない。その代わりインドに起源を持つ、自輪歴を修正した暦が、改歴以前から民間や宗教行事で広く使われており、他国の旧歴に似た位置づけにある。自輪歴は、過去に、 公の小の暦だったことはないが、旧暦として紹介されることがある。ベトナムの旧暦は中国暦とほぼ同じである。ただし、ベトナム標準時を使うため、日付は異なることがある。旧暦の扱いは中国などに似ていて、旧正月はやはり盛大に祝われる。国外ではベトナム暦とも呼ばれる。西洋では旧暦とは、 グレゴリオ歴に改歴する前のユリウス歴のことである。なお新大陸のいくつかの国では、ユリウス歴が使われたことはないが、同様である。グレゴリオ歴への改歴は1582年、スペイン及びその支配下にあった、ポルトガル・ポーランドから1924年にかけて、各国バラバラに行われた。英語では、日付の脇にオールドスタイル、または、 OS と書いた場合、ユリウス歴での日付を示す。ドイツでは、改歴の時期が両方によりまちまちだったため、スラッシュで新旧の日付を併記したり日付に都市名を添えたりする習慣が続いた。なお、古代ローマにおいては、ユリウス歴以前の大印歴である、ローマ歴が存在した。ありがとうございます。